ちは、ユナイテッドアローズ新宿店の坂口です。今回は鮮やかな色使いと普遍的なデザインが特徴のイラストレーターとして知られる永井博さんとユナイテッドアローズの別注カットソーをご紹介させていただきます。1980年の不朽の名盤として知られる大滝英一さんのレコードジャケットのイラストを手掛けた永井さんに協力していただき、今回この2作品のイラストをもとにコラボレーションのカットソーが実現しました。白地は爽やかで夏を感じさせる装いに、そして黒地は白とは対照的にキリッとした印象に見えます。首周りはクルーネックにして、アクセサリーとの合わせも楽しめるデザインになっています。袖周りは肩をドロップさせた作りにすることでカジュアルになりすぎず大人なこなれた雰囲気が出るように仕上げました。着丈は腰骨が隠れるくらいのやや長めの丈にしているので、様々なボトムスによってアレンジが効く作りにしています。素材は USA 製のコットンを使用しており、パリッとした風合いの中にもしなやかさがあるので着心地よくご着用いただけます。サイズ展開は XS と M の2サイズになります。 XS はコンパクトに仕上げてジャストサイズにお召しいただけるので、ロング丈のジレを合わせレイヤードを楽しめるコーディネートに仕上げました。 M はユニセックスの展開になっていて、女性がオーバーサイズにラフにお召しいただけるバランスなので、すっきり見えるパンツを合わせてハンサムなコーディネートに仕上げました。サイズによってもお好きな着こなしを選んでいただけるのもポイントです。こちらはすべてオンラインストアにて展開しております。この機会にぜひご覧くださいませ。